こんにちはというわけでございまして、ヘルちゃんネルサブの時間でございますですよ。北島三郎、まあ、そのことを言いながらですね、熱くですね、何やってるんだかな、この山の中で一人でおじさんですね、大騒ぎをしてるというわけでございます。本日ですね、何の動画をお届けするのかって言ったらですね、先日おじさんがですね、おすすめの夏用のグローブはありますか、ぜひ皆さんコメントで寄せてくださいねっていう動画をですね、お届けしたんですよ。そしたらですね、めちゃくちゃコメントをいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。おじさんのですね、このグローブがですね、もう本当何年使ってる、6、7年ぐらいですね、使ってですね、いよいよ親指のですね、穴が開いたというわけでございます。 お親指のですね、穴が開いたというわけでございまして、ですね、波越二郎じゃなかった、まあいいや、そんだけでございまして、4月の頃は母心、親心、まあ、もうめちゃくちゃだな、そんだけでございましてですね、皆さんからですね、大変ですね、貴重なご意見をですね、コメントをいただいたというわけでございます。で、今ですね、一個ずつですね、コメントを見させていただいてですね、検索かけて気になったやつはですね、検索かけているというわけでございます。その中でやっぱりですね、多かったのがですね、軍手、軍手はいいよ、もう軍手はいいよ、ね、あの小峰の商品と太一さんの商品がですね、すごく人気があるなというふうにですね、感じました。 で、まあ確かにですね、ちょっと気になる商品をですね、バーッと調べたら、ワークマンね、ワークマンと小峰と RS 太一のですね、商品がですね、皆さんですね、おすすめというわけでございますので、おじさんもですね、ちょっと検索してですね、いろいろ調べてみているというわけでございます。小峰さんは確かに安いね。<笑>安くてなんか品質の良さげなものがたくさんあるなっていうふうにですね、感じております。あと、 太一さんがですね、おじさんですね、ウィンターグローブは RS 太一のですね、グローブを使ってるんですよ。太一の製品はいいっていうのがですね、おじさんも知っている、知っているけど高いんだ。<笑>太一さんの商品は、ね、まあいいや。それして、あとはワークマンですよね。ワークマンもですね、オートバイ用のグローブ作ってるんだなっていうふうにですね、この間初めて、皆さんからコメントいただいてですね、初めて知ったというわけでございます。 やっぱりどうのこうの言っても、ワークマンすげえなっていうところをですね、感じてるわけでございます。やばい、どうのこうの言っても、ワークマンすげえなっていうところをですね、感じてるわけでございまして、今日はですね、皆さんからですね、おすすめのグローブのコメントをいただきましてですね、まずはお礼です。本当にありがとうございました。ね、こうやってですね、コメントをですね、おじさんにですね、いただけるっていうのはですね、本当気軽に接してね、気軽に、そういうところもですね、もう気軽におじさん、メタさん、ヘルさんみたいな感じでですね、もう仲良くしていただければなっていうふうにですね、思って感謝の意を表明するとともに、感謝の意を表明するとともにって、国会ですか。<笑>まあ、その誠に遺憾でございます。まあ、そんなことは、誠に生きたろうみたいなですね、まあまあまあ、そんなことをですね、言いながらですね、そして、 皆さんからいただきました、このおすすめの商品っていうのをですね、もうちょっと検索して、まあ余裕があるんだ、今奴の影響がですね、すごくですね、ものすごくですね、勢力がですね、広まってるというわけでございますので、遠くにですね、ツーリングに行かれないわけなんですよ。だからこうやってですね、親指が開いたグローブでもまだですね、ご近所ばっかりをですね、ふらふらしてるというわけでございますので、 解除されそうになったちょっと前にですね、いよいよですね、おじさんですね、新しいグローブをですね、買おうかなっていうふうにですね、思いますので、皆さんのご意見を参考にしてですね、はい、というわけでございまして、誠にありがとうございました。ではでは、おまけコーナー、おまけコーナーでございますですよ。おまけコーナーはですね、グローブの話はですね、やらないというわけでございます。お、これグローブ僕のにちょうどいいな、フェンダーのところ。 <笑>まあまあそんなこともですね、ちょっとですね、今ですね、ふと思ったわけでございます。今度からこのフェンダーのところはですね、フロントフェンダーはですね、グローブ置き場にしましょうというところもですね、お伝い申し上げるとともにですね、おまけコーナーはですね、皆さんがですね、メタさんとかですね、ヘルさんとかですね、おじさん、こいつがいいよ、あれがいいよ、みたいな感じでですね、親近感を持ってですね、コメントしてくれるのがですね、本当に嬉しいなっていうふうにですね、そこはね、もう重々言っておこうかなっていうふうにですね、思ってるわけでございます。いやー、本当に良かったよな。 ヘルさんとかですね、メタさん、まあ、何でもいいよ、呼び方は。ヘルさん、メタさんとかですね、おじさんとかですね、おじさんとかですね、ショウヘイヘイもですね、<笑>ショウヘイヘイもですね、いいというわけでございましてですね。
まあこうやってですね、今はですね遠くに出かけられないんですけども、何回も言ってるんですけどね、また遠くに行った時にですね、日頃からですねそうやってコメントを寄せていただいてたでですね、おじさんがフラッとですね京都の方に行ってですね、おおメタさんみたいな感じでですねお声をかけていただければですね非常に嬉しいなというふうにですね思いますので、これからもですね親近感を持ってですねおじさんにですね接していただければですね、親近感を持っておじさんに接していただければなって、うん、なんかと友達になってね優しくしてねみたいな感じのことをですね言ってですね、本日の動画を終了させていただきます。いや本当皆さん感謝です、ありがとうございます。ではでは。